本日も熟睡太郎をご視聴くださりありがとうございます。まず快適で静かな場所に座るか横になってください。目を閉じて深くゆっくりと呼吸をしましょう。休息するたびに心と体がリラックスしていくのを感じてください。吐息するたびにあなたの心配事やストレスが遠ざかっていくのを感じてください。この空間にはゆったりとした音楽が流れ、528Hz の癒しの周波数が空気を満たし、水の音があなたをより深いリラックス状態へと導いています。この音はあなたが今までに感じたことのない平和と安らぎをもたらします。私の声に耳を傾けながら、あなたの足の指から始めて徐々に全身をリラックスさせていきましょう。足の指、足首、ふくらはぎ、膝、太もも、そして腰まで深いリラクゼーションが広がっていくのを感じてください。あなたの呼吸はますます深くリズミカルになり、心は穏やかで、体は完全にリラックスしています。この感覚が背中、肩、首を通り、頭のてっぺんまで広がっていくのを想像してください。今あなたは深いリラクゼーションの状態にあり、この感覚を持続させながら私の声に従って心地よい眠りへと誘われていきます。安心してこの瞬間に身を委ねてください。あなたは安全で保護されています。この催眠状態にいる間、あなたの心と体は完全にリラックスし、再生しエネルギーを回復させています。この平和な時間を楽しんでください。そしてあなたが準備ができた時にだけゆっくりと目を開けてリフレッシュされた感覚とともに目覚めることができます。今深く心地よい眠りに落ちていきます。安らかに穏やかに朗読、夜の森の小さな秘密、昔々遥か離れた森の中に不思議な力を持つ小さな村がありました。この村は夢見野と呼ばれ、
住人たちは夜になると森へと歩を進め、星の光と共に眠りにつく不思議な習慣を持っていました。夢見野の村にはエマという名の少女が住んでいました。エマは好奇心旺盛で、いつも村の外の世界に思いを馳せていました。しかし村の掟により、外の世界への旅は厳しく制限されていました。ある晩、エマはいつものように森の中を散歩していました。月明かりが森を照らし、木々の間には優しい光が落ちていました。突然、不思議な光に惹かれるように、エマは森の奥深くへと歩き始めました。長い時間を歩いた後、エマは小さな湖にたどり着きました。湖の水面は鏡のように静かで、星々がその中に映し出されていました。湖の周りには幻想的な輝きを放つ花々が咲いていて、空気は甘い香りで満たされていました。エマは湖のほとりに座り、その美しさに見とれていました。すると湖から優しい声が聞こえてきました。エマ、ようこそ。私たちは長い間あなたを待っていました。声の主は湖の精霊でした。精霊はエマに、この森が持つ秘密と、夢見野村の住人たちが夜に森へ来る理由を教えてくれました。この森は現実世界と夢の世界をつなぐ門であり、夜になるとその門が開かれるのです。エマは精霊から夢を通じて人々の心を癒し、希望を与える力を授かりました。そしてその力を使って村の人々を助けるために、エマは森へと戻ることを誓いました。以降、エマは夜ごとに森へと足を運び、湖の精霊から教わった力で人々の夢を美しく彩るようになりました。村の人々はエマが持つ不思議な力に気づき始め、彼女を、血が流れ、夢見野の村は夢と希望に満ちた場所として、遠く離れた土地の人々にも知られるようになりました。エマの物語は眠る前に聞くと心が穏やかになると言われ、世代を超えて語り継がれるようになりました。そして今夜も遠くの空に星が輝き、夢見野の森は静かにその秘密を守り続けています。夜風がそっと窓を叩き、あなたを夢の世界へと誘います。安らかに目を閉じ、深い息を吸い、ゆっくりと吐き出してください。
エマの物語が心地よい眠りへと導く魔法のようにあなたを包み込むでしょう。森の中、エマが歩んだ道のようにあなたの心もまた穏やかな旅を始めます。夢の中であなたは夢見野の村の住人となり、エマと共に夜の森を歩きます。湖の精霊が微笑みながら迎えてくれ、その優しい声が今夜の夢をさらに特別なものにしてくれます。湖の水面に映る星々があなたの心を軽やかにし、日々の悩みを遠くへと飛ばしてくれます。湖の周りに咲く花々からはさらに甘い香りが漂い、心を穏やかに。そして深いリラクゼーションへと誘います。この夜の旅はあなたにとって特別な癒しをもたらします。エマと共に夢と現実の境界を自由に行き来しながら、あなたの心は新たな希望と喜びを見つけるでしょう。やがて夜が明け、あなたが目覚めるとき、心は穏やかで、体はリフレッシュされていることでしょう。エマの物語があなたの心に残り、日常生活に小さな奇跡をもたらすかもしれません。夢見野の村の物語はいつでもあなたを待っています。心が求めるとき、いつでもこの物語のページを開き、夢の中の小さな秘密を再び訪れることができます。今宵もエマとその不思議な森があなたに穏やかな夜と心地よい眠りを約束します。夜の静けさの中、星々があなたの夢を照らし続けるでしょう。安心してこの物語の終わりとともに美しい夢の世界へと旅立ってください。終わり。物語はこれで終わりになります。引き続きゆったりとした音楽をお楽しみくださいませ。本日も熟睡太郎をご視聴いただきありがとうございました。